こんにちは、22ムニダーポテです。ということでね、今日はね、またまた NiziU が構成ビセさんとタイアップ、コラボしたということでね、ちょっとその商品をね、見ていこうかなと思います。で、今回はね、アイライナーかな？アイラインを引くやつでしょうね。アイライナーって言ってるから、アイラインを引くやつのね、あのタイアップということでね、ちょっとそのね、ビジュスペシャルサイトをね、見ていきましょう。動画とかもあるみたいなんでね、ちょっとね、あの、楽しみに見ていきましょうということで。まずツイートがこちらですね。ビセ ×NiziU 新ビジュアル解禁。2月16日発売アンティークパステルライナーで見事に遊びを効かせた NiziU の旬なアイメイクに注目。本日よりスペシャルサイトも公開。メンバーとお揃いメイクが楽しめるオリジナルウェブムーミーや店頭限定壁紙プレゼント CP 情報もチェックしてね。ハートハートということで見ていきましょう。はい、ということでね、このスペシャルサイトに到着しました。はい、こちら新ビジュアル、これかっこいいね。これリクちゃんがね、2個乗ってます。2個って言うかおかしいかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。うん、やっぱそうだね。リクちゃんの目のアップもね、乗っているということで。まあ、続き見ていきましょう。はいはいはい。アンティークパステルライナーってことで、なんかまあまあ、こういうなんかこのアンティークな色ね、茶色系が多いのかな。まあ、こういうちょっとシックなというか、大人びた色のアイライナーって感じですかね。で、見ていくと、はい。ここは自分で見てください。すいませんね。で、メイクギャラリーということで、跳ねて重ねてはみ出して、なんて自由なアイラインということで、めちゃくちゃ語呂いいね。跳ねて重ねてはみ出して、なんて自由なアイラインっていう、もう、俳句のようなね、川柳のような、キャッチコピーですけども。なんかこういう感じでね、ウイングラインとかね、なんかいろいろありそうな、ドロップライン、あ、いろんな、そんなあるんだ。ダブルキャットライン。ツートーンキャットラインおしゃれ。ウイングライン2個目。パラレルライン。なぜかウイングラインが2個目なんだけど、なんでなんだろう、それは。1個目なんだっけ？ウイングライン。なぜか2個ウイングラインがあるということで、まあ、見ていきましょう。それはいいとして。はい、こちらからですね、NiziU が選ぶアイラインムービーということで、こういう感じでね、ムービーと一緒にありますね。はい、じゃあ、リクちゃんからね、ビジュを見ていきましょう。これはね、アンティークキャメルとアンティークラベンダーと PK3 パステルピンク系ということで、はい、どうぞ。わかりやすく説明してるわけだ。なんて自由なアイライン。なんて自由なアイラインということで。なるほどね。くすみパステルライナー。あら、最後かわいい。いいですね。じゃあ次ね、まやちゃん。まやちゃんだね。先生、まやちゃんに行きます。ココアとピーチとクールグレージュ系ということで。あら、美人だな。美人だな。下まぶたに違う色を乗せて。うん。なんて自由なアイライン。あ、声好きだわ。あー、素晴らしい。最後の目線ずらし素晴らしいね。なるほどね。次、あやかちゃんがオレンジとココアとライトベージュ系ということで。見ていきましょう。あ、さっきのやつだ。ツートーン、これおしゃれだね。ツートーンなんとかライン、いいですね。声かわいいな。なんかみんなあらお茶目な一面も見せてくるという、素晴らしいです。あやかちゃん、次ね、みーひちゃん、ライムとオレンジとベージュオレンジということでね。あ、いいね。はい、ダブルキャットライン、跳ね上げて。あ、かわいい。かわいいね。かわいい笑顔でした。いい。最後の表情、マジすばらです。それは。はい、じゃあ次ね、まこちゃん見ていきましょう。ラベンダーとピーチと、グリーンパステルグリーン系ということで見ていきましょう。まこちゃんもこういう、あれ得意よね。なんて自由なアイライン。いいね。大人びすぎてるな、でもちょっと。うまいな、演技力。もう大女優じゃん、もう。まこちゃん。ほら、この顔。大女優の風格。おももちしてるわ。おももちって言葉初めて使ったかもしれん。おももちって意味わからんわ。はい、次、まゆかちゃん。まゆかちゃんもね、最近女優気質というか、そういう感じのね、ビジュを払ってきてるから、得意なんじゃないでしょうか。ピーチとライムとパープル系。あら、いいですね。ウィングライン。少しグリーンを効かせて。なんて自由なアイライン。なるほどね。ちょっと画質がずっと悪いな。ずっと画質が悪いな。だいたい2秒とかで画質良くなってきたんだけど、画質がずっと悪いぞこれ。もう一回いけるか。ビセ。あ、いいね。上まぶたに少しグリーンを効かせて。うん。なんて自由なアイライン。うわ。
上まぶた2が良かったね今。くすみパステルライナー。なるほどね。はいはいはい。じゃあね次ねリマちゃんいきますね。リマちゃんキャメルとラベンダーとパステルピンク系。これさっきもいなかったか。まあいいか見ていきましょう。あらリマちゃんっぽい。短いラインをポイント。ちょっと待って画質がちょっと悪いから多分これ時間を置いた方がいいよね少し。はい。短いラインをポイントで乗せて。うん。なんて自由な。あ可愛い。あいい目線ずらし。目線ずらしいいわ。目線ずらし素晴らしい。あいいね。いいですいいです。はい次ねリオちゃん見ていきましょう。誕生日おめでとう。おアンティークピーチ一本で。一本で勝負しているリオちゃん、パステルピンク系と、どうぞ。ビセ。ああ大人っぽいね。ドラインを。うん。太めに引いて。なるほど。なんて自由なアイライン。こんなんもう女優しかせんけどなそんなメイク。一般ピーポーがしてたらびっくりするけどな。そんな友達とかがこんな太いって言ってた。ほ太いここか眉毛に眉毛にやってた。ここねここにこんなやつはびっくりするけどね。いいんだけどもいいんだけどもね。はいということで最後ねニナちゃん見ていきましょう。これニナちゃんもライム一本で生きてるわ。ライム一本とライトビージュ系のなんとかなんかやってますね。あいいね元気。カラーラインで上下を囲んで。ちょっと待ってね。これすぐにね読み込まないからちょっと待ってね。こうですね。カラーラインで上下を囲んで。はい。あ、いいね、かわいい、今の恋。あ、いい。あ、いい。これ、ニナちゃん、これ、末っ子感とさ、おい末っ子感とさ、なんか、大女優感と、外人女優感というか、外国女優感というか、わかりますか？なんか、ハリウッド女優感というか、なんか、2個持ってるよね。これはすごいよね。はい、ということでね、ビジュを見てきたんですけども、この他にもね、ビセ ×20 スペシャルウォールペーパーみたいなキャンペーンもやってまして、ビセ商品の取扱い店舗にあるポップからオリジナルスマホ壁紙をゲットということで、実際に行けばゲットできる壁紙があるそうですね。これ2022年2月10日、10日ですね。10日ですね。10日っていうね、小学生までのこと言ってしまいましたけども。で、第1弾が2月10日から、りくちゃん、まやちゃん、あやかちゃん、一言なんだね。一言に分けられてる。第2弾が2月19日から、みひちゃん、まこちゃん、まゆかちゃんと、M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  と。はいはいはい。で、第3弾が2月26日から、りまちゃん、りおちゃん、になちゃんということでね。これ、にちゃんの誕生日が2月27日だから、これ、なんか、あんのかな？にちゃんだけ特別なウォールペーパーみたいな。ないかな？どうなんだろうね。誕生日被ってるから、なんかあるかもしんないって感じですよね。はい、ということで、ね、ソフトバンクに続きね、厚生ビスさんともまたね、コラボタイアップするということで、まあ、こういう感じであれなのかな？あと、ファンタもあったしね。なんか、去年もタイアップしてた、企業とのタイアップがもう一回あるみたいな感じで、もうこれもずっと続いていくのかなわかんないんですけども、なので、ね、厚生さんだったり、ソフトバンクさんだったり、コカ・コーラさんだったりね、こういう今までのタイアップをもう一回していくみたいな感じで考えると、もしかしたらロッテのね、フィッツとかも、もう一回コラボするのかなみたいな感じですよね。まあ、ただ個人的にね、なんか新しいタイアップも見たいなっていう意見もあるんですけども、まあとりあえずね、こういうカムバ前とかはね、こうタイアップの情報とか、タイアップの新ビジュとか、タイアップのウェブ CM とかでね、ビジューのね、三大欲求、睡眠欲、食欲、二重欲っていう、この三つがね、満たされるんじゃないかなと思います。ということでね、こういう感じでね、二重の情報速報だったり、あと二重のグッズ開封だったり、二重のリアクションだったり、他にもね、最近二重のね、視聴者さんからの二重作品を募集して、それを紹介するっていう企画だったりね、とにかくね、二重に関する企画をたくさんやっていくので、ぜひぜひビジューの方はね、チャンネル登録して、一緒に二重を応援できたらなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。